知人の祖母 N さんが若い頃体験した話だ。 N さんにはお気に入りの服があった。きなり地に小鼻が少し刺繍された可愛らしいデザインのワンピース。 N さんはその日もお気に入りのワンピースを着て買い物に出かけた。そして帰宅後はすぐに着替え、ワンピースをハンガーに通してカモイにかける。湿気を飛ばしてからしまうためだ。そうしているうちに外出の疲れからかついうたた寝をしてしまったのだそうだ。しばらくして目が覚めた N さんはぼんやりと辺りを見回した。するとカモイにかけたワンピースが風もないのに揺れているではないか。不思議に思い目を凝らすと、裾から見え隠れするものがある。きなりのワンピースよりもっと白い何か、それは音もなく降りてきた。人のつま先であった。凍りつく N さんをよそに白い足はゆっくりと降りてきて、その姿を現していく。つま先から甲、くるぶし、ふくらはぎ。だがいつまで立っても膝は見えず、それがさらに不気味だった。とうとう力なく垂れた足先が床まで届いた。その途端足全体がぐにゃりと曲がった。まるで飴細工のようだったという。足はなおも伸び続け、白く長く畳に二筋のとぐろを巻いている。これは一体何なのか。恐る恐る視線を上げた N さんの目に飛び込んできたのは、今まさにワンピースの襟元から出てこようとしている真っ黒な頭だった。 N さんは我に返り這うように逃げ出したという。このワンピースは結局捨ててしまったそうだ。